中松,中松義郎、中松義郎、中松義郎、通称、ドクター中松、英語表記、ドクターのコモつツ1928年、昭和3年6月26日隊は、日本の発明家、実業家である。ドクター中松はじめ県代表取締役、日本文化振興会第10代会長、原副総裁、国際発明協会及び、世界天才会議の主催者。 東京都知事選挙に繰り返し出馬するなどのパフォーマンスで注目を集め、タレントとしてテレビに出演するようになった。東京府、現在の東京都渋谷区出身。母親は東京女子高等師範学校、現、お茶の水女子大学を卒業した教師であった。学校は、はじめ麹町小学校に越境通学した後、東京、原宿の自宅から、 資金の青山市範学校付属小学校、現、東京学芸大学付属世田谷小学校に4年生から編入した。その後は、旧西麻布中学校、海軍兵学校舞鶴文校、旧西成城高等学校理科校類を経て、1953年、昭和28年に、東京大学工学部を卒業した。卒業後は、三井物産に就職した。 ヘリコプターの営業に携わり、この際にヘリコプターによる農薬散布を発案したという。1959年、昭和34年、イアイに入社、専務、副社長を歴任した。1971年、昭和46年、同社社長との対立から独立した中松は、中尾、現在のドクター中松はじめ県を設立。 自らの研究開発の拠点とした。家族は妻と二男一女。ザウの名は千南楽、千南楽。愚か者は楽な道を、天才は困難な道を選ぶという意味。趣味、特技はカメラ、ピアノ、ダンス。尊敬する人は101歳で死去した母であり、東京都知事選への出馬を流したのも母であったという。 野球などのスポーツに造形が深く、1990年、平成2年には日本人として初めてメジャーリーグ球団ピッツバーグパイレーツの始球式を行っている。君が用コンピュータで更新曲調にアレンジし、歌詞は原曲の通りに自身で吹き込んだシングル CD を発売したことがある。20歳の頃にセックスをすると頭が悪くなるとも主張しており、 自身も24歳までセックスをしていなかったという。ドクター・中松という通称で知られているが、中松が有する学位は、学士号であり、博士号、ドクターは保有していない。中松は、丸滝騎士団から2010年に、サーの称号を授与されたと自称しており、アッパグループ公式サイト内で、サー・中松よしろ博士と表記されている。 1991年東京都知事選挙に無所属で立候補21世紀の地球都市を発明するの基本政策を掲げ自作のジャンピングシューズ、ぴょんぴょんシューズまたはフライングシューズを履いたパフォーマンスを行った結果はわずか27,145票で惨敗ではあったが一方でバラエティ番組に奇抜な発明家として登場する機会も増えた 翌く1992年、平成4年の参院選には比例区に、政党、発明政治を率いて出馬したが落選した。また、1995年東京都知事選挙に立候補を表明するも、告示前に断念し、上田明候補の応援に回っている。2003年、平成15年の都知事選では、会見で、ドクター、中松ディフェンスという発明品で、 ミサイル攻撃を防止できる装置の発明で首都を、そして都民をこのミサイル攻撃から救う北朝鮮のミサイルを U ターンさせられるなどと発表した。2005年、平成17年のインタビューで元来、政治家は国のために働く者、国のためという気概をどの程度が持っているかが重要なポイントだと政治家には愛国心が必要であると主張し、 2007年、年、平成19年第21回参議院選挙に立候補した際に発表したドクター・中松ドクトリンには私にしかできない最先端の発明が日本のためになる官僚はよく働く者の,のみなし数1、2にする現行憲法は存在しない現行憲法の名称は大日本帝国憲法の昭和21年改正であるべきであると記載されていた 2013年、平成25年に、真の近現代史観検証論文で仮作を受賞した、論文、日本は負けていないでも、同様の主張を行っている。2011年、平成23年の都知事選に無所属で出馬した、時には、記者会見で、当選しない場合は、あと10回以上選挙に挑戦し続けると宣言した。また80代の年齢で、 都知事の激務に耐えられるかを尋ねられ、筋トレで体を鍛えているため80歳時点で50トンの重り、キログラムの5機ではないを持ち上げることができ、体力に問題はないと答えた。2012年、平成24年の都知事選では、届け出名を、それまでのドクターから本名に変えたが、これは、橋本徹が、カタカナ名前はふざけていると言ったらしいというのが、理由であるという。 2013年、平成25年、第23回参議院選挙を前に、小林光喜が設立した、政治団体翼日本の最高顧問に就任し、公認候補として、比例区から出馬すると発表。しかしその後、翼日本が候補者の選定などに難航し、同選挙への候補者擁立見送りを発表すると、無所属で、東京都選挙区から立候補すると発表した。 届け出名については、前回に続き本名の中松義郎で届け出るとしており、理由については、偽物の博士が多くなった。一緒にされては困る。と語った。2009年、平成21年7月、宗教法人幸福の科学を母体とする幸福実現党に招聘されて、同等特別代表に就任し、2011年、 平成23年2月28日の退任まで、勤めた。中松は幸福の科学の会員ではないものの、第45回衆議院議員総選挙、2009年には、同党の比例代表東京ブロックに立候補して、落選している。第22回参議院議員通常選挙、2010年も、同党から立候補するも落選。その後は、同党と一線を画し、 無所属で立候補している。1971年にアラン・シュガートらが IBM で開発したフロッピーディスクを中松は1985年頃から自分の発明であると主張している。中松が1985年昭和60年に配布したとされる資料では1947年昭和22年の東大在学中にシートに面積型に記録する媒体と その再生を行うドライブの着想を抱き、1948年、昭和23年に特許を出願し、1950年、昭和25年に完成させ、1952年、昭和27年に特許が認められ、その製品化で1956年、昭和31年に三井物産の株が上がったとしている。また中松は1979年、 昭和54年にパテント契約を IBM と締結したとして、フロッピーディスクは中松の発明によるものだとしている。実際には、IBM の特許は日米共に審査を経て認められており、中松が1983年に改良型フロッピーディスクを出願した際にも審査で IBM の特許が参照されている。中松の主張に対し IBM の担当者は、 IBM はいくつかの特許使用契約を中松から得たことがあるが、それはフロッピーディスクのものではなく、フロッピーディスクは IBM が独自に開発したものでると述べている。中松はフロッピーディスクのパテントを主張する一方で、具体的な特許番号を明かしていないが、中松の主張にある1948年、昭和23年に特許出願して1952年、 昭和27年に登録されたフロッピー媒体と時期が重なる特許に、重色レコード、特君明27から00132に及び、赤詩式完全自動連想蓄音機、特君明27から002166の二つがある。重色レコードは、音の波形が壇上に記録、印刷された紙であり、赤詩式完全自動連想蓄音機は重。 色レコードの波形を光学的に読み取って音を再生するので、オプティカルサウンドを参照 C に面積型に記録再生する媒体とドライブではあるが、フロッピーディスクの特許に定触するような内容ではない。磁性体に円庫型に音声を記録する。より、フロッピーディスクに近いものは、星ヤ康氏が開発してシンクロリーダーとしてキャノンから1958年に 製品化されており、その際に中松の特許が注目されたことで当時中松が勤務しており、後の三井物産となる第一物産の株価が急騰したと見られている。なお思い色レコードの特許は料金未納ですでに権利が消滅していたこと後日判明している。その後、シンクロリーダーの機能を簡略化したシンクロファクスオリコーが開発して1959年に、 製品化し、そのシンクルファクスに類似した万能シートレコーダーがナビゾンの別名で日本コロンビアから1961年に製品化された。ナカビゾンは中松が開発したとされる。なお中松がフロッピーディスクに似た構造の記録メディア、あるいはレコードジャケット IBM より先に開発していたという説もあるが該当する特許は確認できない。 中松の主張は変遷しており、1992年の著書では、中松は中ビゾン等のフロッピー媒体に代わって、フロッピーディスクそのものを完成させ、コンピュータ用として、日本の各社に売り込むも相手されなかったところを、IBM 副社長が権利を求めて来日したという話になっている。2017年現在でも、中松のウェブサイトでは、フロッピーディスクの発明者、ドクター、 中松としてサイン入りのフロッピーディスクを販売しているが、このサイトで販売されているフロッピーディスクは、重色レコードや磁気シートではない、パソコンの5.25インチドライブで扱う本物のフロッピーディスクである。中松が1991年に完成させたという、原動機、画像を、同名の燃料電池と区別して、ドクター、中松エンジン2とも呼ばれる。 同年9月に出版された著書では宇宙エネルギーエンジンとだけ記述されたが10月の著書では原理を明かさないまま人類の夢であった永久機関であるとした1992年2月の著書では宇宙エネルギーなるものをアンテナで取り込むことによって無接触で回転ると説明されたがその宇宙エネルギーについての説明では原子核と電子の間に存在する 宇宙エネルギー、宇宙にある赤外線、可視光線、紫外線、X 線、ガンマー線などと同じ本の中で記述が異なっている。本人はこの装置を熱力学、第二法則に返さない永久期間であるとしているが、外部から何らかのエネルギーを供給されている以上、永久期間の条件を満たしていない。 機械的に接触せずに回転するので、摩擦抵抗がなく一度回り出したら、永久に回る、ともしているが、藤倉さんによると、手で光を遮ると回転は止まったという。以後の中松の著書ではあまり取り上げられることもなくなり、取り上げられる際にも、仮想永久エンジンと書かれるようになった。中松は1983年1月に、光や、 熱の放射エネルギーを直接回転力等にする装置の、なで、同一原理とみられる装置の特許を出願しているが、アメリカでベル研究所が1955年に出願した特許と同じであるして意義が申し立てられ、1989年に拒絶の審判が下されている。この装置は、太陽電池とブラシレスモーターの組み合わせであり、当然永久機関ではなかったが、宇宙からの 太陽光というエネルギーで発電して無接触でブラシレスモーターが回転する装置ではあった。1995年にはこれを応用した太陽光発電装置を高効率発電装置の名で再度出願し、請求の範囲を狭めることで特許を取得した。この特許工法では宇宙エネルギーという語も説明なしで使われてる。1997年の著書では これと同一と見られるものが、宇宙エネルギーから直接交流を発電する、ドクター、中松ジェネレーターとして研究されている。中松は、食事を二食、一食と減らして、自身の体調の変化を観察したところ、一食の時に調子が良かったことから、リボディという健康法を思いついた。その中身とは、一日一食主義をはじめとして、体に良い十五品目の摂取、 ビタミン B や C、D、アエンといった栄養素の重要性、調理器具の正しい選択、強い精神の鍛錬、心地よい睡眠などであり、実践すれば144歳まで生きられるとしている。しかし、自身の86歳の誕生日となった2014年、平成26年6月26日、彼自身は治療不可能の前立腺が案に侵されており2015年、 平成27年末までの余命と医師から宣告されたことを公表した。彼は会見の場において今後は残された時間を使って新しい癌治療ロボットの開発に取り組むことを宣言した。その後、宣告されたという余命直前の2015年12月24日、東京都千代田区の外国人特派員協会で記者会見を開き、自身の治療法の発明について、 二年間全力で発明しギリギリで完成させたと明かした。さらに90歳を超えた2018年9月21日、東京都内でイグノーベル賞の世界展オープニングセレモニーに登場し食事と血液の研究により前立先導肝がんを克服したと明かした。特許以外にも数多くの流行語の商標登録出願を行い元祖平成や 新、民主党、地本主義などは、商標登録されている。しかし、頑張れ日本は、JOC から不使用取り消し審判が請求され、新決取り消し訴訟を経て、中松の商標登録取り消しが確定した。2011年、平成23年12月16日、中松は、日本維新の会、東京維新の会の名称を商標登録するため、特許庁に出願した。 中松は1989年、平成元年より、著書や講演活動などで、平成維新のことを使用していると主張。同日に、東京都維新の会、平成維新の会についても出願されているが、こちらは、登録が認められている。2010年に、大阪維新の会を結成しており、2012年9月8日に、日本維新の会を設立した大阪市長、橋本通らは、 日本維新の会の商標登録を行う予定であり、粛々と手続きを進めるとしていた。2012年8月16日に、中松の申請は、商標法第4条第1項第7号の、公の秩序または善良の風俗を害する恐れがある。商標を落として却下され、中松側の不服申し立ても2014年2月25日に、再び却下された。 中松側は、新決取り消し訴訟を行ったが、9月17日に、私的財産高等裁判所は却下は妥当であるという判決を下した。この間、元祖日本維新の会、本家日本維新の会、元祖維新の会の出願も行っている。日本維新の会の商標は2012年11月22日に、日本維新の会によって出願、登録され、現在は、 大阪維新の会を前身として結成された日本維新の会が権利を保有している。中松によると、これまでの発明件数は3000件以上であり、トーマス・エジソンの1093件を上回り世界一だとしている。しかし、エジソンの発明が1093件というのは、アメリカ国内で取得した特の件数であるが、 中松による日本国内での特許取得件数は1991年時点で193件であり、中松の3000件以上という数字には特許を取得できないなどの発明が多数含まれている。中松がマスコミに登場する際には、しばしば発明件数が特許件数と誤って紹介されるのみならず、本人の著書でも著者紹介で誤って書かれている場合がある。 1980年、昭和55年から1993年、平成5年にかけては、発明件数2360件と主張していたが、宝島301993年、平成5年11月号に掲載された記事、ドクター中松という陳発明、沢五一において、発明件数が10年以上も全く変化していないことを指摘されて、以降は、 三千件以上へと変わった。なお、特許取得件数のギネス世界記録では、工学博士の山崎春平らが2004年に3245件の特許を取得したとして、世界一に認定。2016年には1万1353件で再認定されており、中松の発明件数をも大きく上回っている。媒体によっては中松も、 ギネス記録保持者として紹介されることがあるが、2004年のギネス日本語版には、発明の項があるものの中松の名はノッテオズ、代わりに、最も多く、特許を取得した人物としてエジソンが挙げられている。1989年、平成元年、ニューズウィーク誌に掲載された、ーセット、トークワズチープ、言うは、氏なんて誰が言ったのという短い記事において、 講演料が高額な人物11人の中で元大統領ロナルド・レーガン、超音速機パイロット・チャック・イエーガー、アメフトチーム監督・マイク・ギトカと並んで、唯一の日本人、フロッピーディスクを発明した、日本のエジソンとして講演料1万ドルと紹介された。記事のソースは講演圧旋会社とされており、編集部が評価したものではなく、中松は12人の中で最も低額であった。 中松はこれを引用してニュースウィーク誌で世界で最も価値ある12人に選ばたと称している。発明家としてメディアに露出していることで日本での知名度は高く2006年平成18年に日本のインターネット世論調査会社が会員に対して行った調査でこの人のおかげで今があるとされる発明家として6080発表中の129票と1位の トーマスエジソンの4%弱ながらも2位となった。また別の日本語サイトで2016年に行われた特許数世界一位の人物を問うアンケートでは、正解の山崎春平らや、元世界一のエジソンを引き離し、13,961票中6,493票を得て1位となった。2010年、平成22年、インドデリーの寺院で、 チベット仏教ゲルク派のトップ、教主である、第102代ガンデンティッパ、第3世世ンポチェから、コンゴーダイアジャリに認定されたという。一方、問い合わせを受けた、ガンデンティッパは、中松に、コンゴーダイアジャリの地位を授けたことはなく、そもそもガンデンザスに、そのような権限や風習がない、と、その事実を否定した。アメリカ合衆国の11の州で名誉市民となっているほか、 いくつかの場所では、ドクター、中松デーという記念日が制定されている。ただし、アメリカでは名誉市民賞や記念日は市に対して、本人が寄付を行えば授与されるケースが多く、一般的な検証とは位置づけが違っている。また、世界発明コンテストに11年連続でグランプリ受賞したとしているが、そのコンテストの主催者である、国際発明協会、社団法人、 発明協会とは無関係の組織の会長は中松自身である。2005年、平成17年、35年間にわたり自分の食事を毎回撮影し、食べたものが脳の働きや体調に与える影響を分析し続けたことに対して、ノーベル賞のパロディであるイグ・ノーベル賞、栄養学賞が贈られた。中松は42歳の時から食べた食事の記録、 血圧や体重などの情報を集めるようになり、撮影した、食事の写真は1万枚以上に上る。中松は、この受賞は、自ら提唱した健康理論である、リボディ理論が認められたためであるとしている。また、受賞以来、政権放送や自サイトなどでこの受賞に触れる場合には、IG、IG ノーベル賞受賞と表記、または発音している。さらに、 中松寺サイトや商品の販売では、IG ノーベル賞は、ノーベル賞の上のノーベル賞であるとして、受賞者は、ノーベル賞受賞者が選ぶなどと説明している。しかし、2016年、平成28年の辞書、私は死んでる暇がないでは、イグノーベル賞、IG、イグノーベル賞と表記している。日本では、この受賞を積極的に宣伝しており、 ウェブサイトでの自己紹介でも一番に書かれているが、英語版の自己紹介では全く触れられていない。2014年、平成26年のイグノーベル賞受賞式では、日本人初となる基調講演に抜擢され、当日は車椅子姿でガン撲滅色を発明したと発表し、喝采を浴びた。中松は、その他、リンカーン記念平和財団総裁。 世界宗教連合会総裁、世界宗教法王庁第二代法王、国際学士院大学総長、日本文化振興会第十代会長、世界婦人平和促進財団最高顧問などの肩書きをしている。二千十四年、平成二十六年五月に全米岩撲滅協会の会長に就任し、岩撲滅の発明をすることを明言していたが、六月に自らも、 末期癌であることを公表。2015年、平成27年4月18日に、癌木滅ソング、癌の顔つき悪くても、2015年6月24日、発売で、歌手デビューを果たす。イグ・ノーベル賞のほか、中松の主張によれば、米国国会表彰、アメリカ大統領賞、米国発明会議最高賞、世界名誉賞、 ミズーリ大学総長賞、米国ナショナル大学世界指導者賞、シカゴハイテク研究所展才賞、国際著名人名誉殿堂入り、韓国文化勲章、世界平和大賞、米国発明協会最高賞、ミレニアム賞、韓国賞英術科学文化賞などの検証を受けている。1982年、昭和57年に、全人類に、 最も貢献した世界一の発明家賞、1983年、昭和58年に、発明大賞科学技術庁、長官賞科学技術振興功,功績者、表彰、1985年、昭和60年社会貢献者特別功労者賞、1987年、昭和62年に、国際照明フェア最優秀商店最賞、ビジティングスカラー大賞、 1988年、昭和63年には、アメリカ発明会議、ライフタイムアチーブメント賞などを受けた、ともしている。うち、日本の公的な賞である、科学技術庁長官賞は、次期テープドロップアウト除去装置の開発育成を、表して1983年に実際に授与されており、その年の演誘会にて、中松が参列しているという写真がされている。 ブッシュ大統領新書も受賞一覧に上がっており、著書、政治を発明する1990年にて、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ブッシュによるものと、される手紙が掲載されているが、英文を見ると、インターナショナル・インベンターズ・エクスポジション、国際発明科博覧会の主催者として受け取ったものである上、手紙の日付にある1988年4月当時の、 ジョージ・ H.W. ブッシュは大統領選挙前の副大統領である。このほか、2007年にアメリカの映画会社が企画していた燃料電池を扱ったドキュメンタリーに関し、中松も取材を受けていた。5. おさむき